ててはっ、すいません、前見てなくて。あ、失礼します。なんだあいつ、変な格好したやつだな。まあ、いっか。あれ、なんだこれ、時計落としてるじゃん、あの人。あ、すいません。おーい、え、どっか行っちゃった。にしてもなんだこれ、変な形の時計だな。でっかいし、これ持ち運ぶの大変でしょ。あ、なんだこれ、押せそうなボタンあるじゃん。もしかしてなんか変身できるのか、仮面ライダーみたいに。押してみよう。いけー、おりゃー、パチッ。お、わ、なんだ、何も変わんねえだ。何だったんだ。あ、やばい、てか急がなきゃ。俺が家着く頃にはピルちゃんいるんだろうな。急げー。ただいまー、ただいま、ただいま、ごめん遅れた。ただいまー、ただいま、ただいま。あ、お兄ちゃん、ただいま。いやー、お兄ちゃんごめんごめん、俺さ思いっきり忘れててさ、約束のこと。あれ、お兄ちゃん、おーい、お兄ちゃん、おーい、え、どういうこと、なんかお兄ちゃん動いてないんだけど。なにこれ、え、え、どういうこと、なんかお兄ちゃんが動かないんだけど。え、なん、どういうこと、一体何が起きてるんだ。あれ、外のみんなもいない。あれ、てか待って、動物動いてないんだけど。え、動物まで動いてない、なんだこれ、なんか、なんだ、一体何が。卵投げてみよう。おりゃー、え、ほら、え、ほらー、あー、どういうこと、なんで俺だけ動けてるんだ。まさか嘘だよね、この時計のせい。どうしてみるか、ポチッ。あ、動いた動いた。え、え、え、どういうこと、これまさか時間停止時計ってこと。とりあえずお兄ちゃんのこと見に行くか。おー、お兄ちゃん、ただいま、ただいま。おー、ケナ太郎、どこ行ってたんだよ、おかえり。え、ピルちゃんまだ来てない。あ、来てない、来てない。うわー、この時計のおかげで間に合った。てか、この時計作るな。おい、こっち見ろ、バカ。あ、お前ふざけんなよ、お前。あ、おい、うわー、止まったぞ。うわ、ちゃんと止まってる、すげー。なんか、いたずらしてやろうっと。部屋になんかアイテムあるっけな。あった、弓と、あとは虫とかも出してやろう。これ弓はどうなるんだ、ちょっと外に打ってみるか。外に打ったら、そう、ん、うわ、すげえすげえすげえ、宙に浮いた。これでお兄ちゃんに向かって、おりゃ、え、どっち向いてんだ、これ大丈夫か、ちゃんと行くのか。おりゃー、いいぞ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 、おりゃー。うわー、なんか技を、なんか人と使ってるみたいじゃん、めっちゃかっこいいなこれ。あと虫とかもいっぱい置いてやって、周りに。これでちょっと離れて、タイマーリセット、パチッ。おりゃー、うおー、びっくりした。え、なんか虫いる。何今の、あれ、アキラ太郎は止まれ、パチッ。止まった止まった止まった。よし、これでもう一回弓をポンポン、いつもの恨みだ。そしてタイマーオフ、パチッ。いっ、おい、ケナ太郎、お前なんかしてるな。今、後ろから弓矢撃っただろ、俺に。え、知らないけど、3発も急に来るわけないじゃん。へへ、楽しい。何の音も聞こえなかったんだけど、急に弓矢が後ろからポンって。ね、というか、お兄ちゃん、その虫なんとかしないの、気持ち悪い。これ、どうにかしないとな。おー、すぐ触れるタイプ。お、ピピちゃん来たかな。おー、来た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 、行こうぜ。ん、てか待って、何、ケナ太郎、それ、何その時計。ん、あ、あ、やばい、ちょちょ、これ、あれ、これ、おもちゃだよ、おもちゃ。でかっ。時計、時計、時計レンジャーの、時計レンジャーのマッチングッズ。ほー、まあまあまあいいや。とりあえず、ピピちゃん来たから。来たから、ピピちゃん、早く。よいしょ、はい、いらっしゃい。二人とも、こんにちは。いらっしゃい、ピピ。待ってたよ、ピピちゃん。はい、上がって上がって上がって。今日は呼んでくれてありがとう。うん、遊ぼう、3人で、今日も。あ、ちょっと待って。俺、それはちょっと、部屋に忘れ物したから、取ってくるね。取ってくる。はい、行ってらっしゃい。気をつけて。はい、ってことで皆さん、ケナ太郎です。なんか、おじさんにぶつかって時計を手に入れたんですけど、この時計なんと、時計を止められる時計でした。今日はね、ピピちゃんと3人で遊ぶ予定だったんですけど、予定変更。俺がこのトップ時計を使って2人にドッキリをしていきます。よし、じゃあ早速行くか。お待たせ。あ、あー、何してたん。え、いやいや、ちょっとトケレンジャーの遊びしてた。これ、トケレンジャー、トケレンジャー、そんなあったっけ。
まあ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 、せっかく3人で集まったしさ、なんかお菓子でも食べる？あ、いいね。確かここに、あった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 、よいしょ、食べよう食べよう、食べ食べ、よいしょ、でかっ、でかっ、でかっ、こんなでかい、でかい、はい、リンゴと、リンゴ、はい、オッケー、全部食べたいな、全部食べんなよお前、さすがに、みんなで半分こだから、めっちゃ美味しそうじゃん、全部食べたい、それじゃあ皆さん、お手を合わせて、こうなったら、仕方ない、あれを使うか、合唱、いただきまーす、よし、食べよと、セミがいるんだけどじゃなくて俺らの お菓子を、え、うるさ、ちょっとキャナダ捕まえて、俺触れないから、やばい、捕まえてあげる、ありがとうキャナダロ、大丈夫みんな、え、何があった、え、あれじゃない、お兄ちゃんが持ってきたさ、デザートの中にセミが入っててさ全部食べ物を食べてさ、出てきたんじゃないの、セミが、いやいやいや、俺まばたきした瞬間なんか目の前急にセミになったんだけど、ピピちゃんはもう、急にいなくなったよね、ケーキたち、急になくなったけど、キャン太郎は、うん、急にケーキたちがいなくなったよね、なんなんだ、一体おかしいな、怖いなー、ね、怖かったねー、他にもなんかする、そうだね、そうだね、何しよっか、え、待って、キャン太郎、後ろに猛獣が、こっち、え、後ろに猛獣がって言ったから、今の間にこう後ろに猛獣を放とう、これで二人をいたずらするんだ、召喚、うわぁぁぁぁぁ、他のやつも出すか、ファイヤービートルも出して、よしよし、いいぞいいぞ、二人ともちゃんとお兄ちゃんとピピちゃんを倒すんだよ、まあ意識ないだろうけど、今いきます、時を戻れ、こっち、ど、あ、いない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 、ちょ待って、壊れた壊れた、え、ピピちゃん大丈夫、ケアト助けて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 、おらぁ、よいしょ、戻ってきた、あー、いたいた、キャタロ、よいしょ、危ない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 、何だったんだ、急に猛獣が現れて、何事マジで、なんでこんな昆虫たくさんいるん、それな、いつの間に昆虫ハウスになったの、うち、なんか今日いつもより森が多いし、そういうことだね、森、どういうこと、入ってきた、入ってきたってこと、うん、入ってきた、絶対おかしいよ、本当に、いやー、にしてもおかしい、ほら、入ってきてるよ、虫が、虫じゃないこれ、村人だな、てかあれじゃん、キャタロ、俺らピピちゃんにさプレゼントあったじゃん、あ、そうだ、そう、チャンネル開設おめでとうのプレゼントね、嬉しい、もう登録者2000万人らしいよ、あ、あ、ちょ、2000人でした、そう、2000人、またなんか入ってきた、虫ピピちゃん、虫、確か、あったあった、持ってたんだ俺、はい、見てこれ、え、何、じゃあピピちゃんこれあげるよ、チャンネル解説を見ると、うん、目指せ年内3万人、はい、どうぞ、やったー、止まった止まった、これ中何入ってるんだ、おお、中スノーゴーレム、うわー、お兄ちゃんこうやって可愛いやつあげようとするなんて優しいな、ちょっと待った、お兄ちゃんが変なことしたみたいないたずらしたいから、中身何かに変えたいな、なんかあるっけな、中身、あ、やばい、これ大丈夫かな、死なないから、 TNT に変えようと、ドッキリです、 TNT 入れて、時計を戻れ、と、よしよしよし、開けていいよ、嬉しい、中身は何だろう、絶対喜ぶよこれ、やばい、よいしょ、うわー、うわー、ひどい、けなすうくん、ちょ、え、 TNT 入れてたの、いや、なんで、入れてない入れてない入れてない、俺入れてないって、そんなことするなんて最低だね、ピリちゃん、なんで俺のせいなんの、ひどいよ、けなすうくん、え、なんでプレゼントが TNT 出んの、いやいや、なんでって自分が入れてたからじゃんね、いやいや、俺は可愛いなんか雪だるまの人形入れてたんだって、知らないな、そんなの、いやいや、ケナタロ一緒に選んだじゃん、え、お前なんか知ってる、知らない、いやいや、怪しい怪しい、知らないよ、めっちゃ怪しいな、その言い方、いやいやいや、
ちょちょ、お前なんか絶対隠してるな。お前絶対隠してる。いや、なんか隠してる。おい。なんか隠してるだろ、おい。待って、分かった分かった。じゃあちょっと仲直りに、にらめっこしよう、にらめっこ。にらめっこ何？いいけど。にらめっこしよう。どういうこと？仲直りににらめっこって。まず1回戦。1回戦。はい。お兄ちゃん対ピピちゃん。ピピちゃんともやんの？私も？にらめっこしましょう。笑うと負けよ。はい。止めた。この状態で二人の顔を面白くしてやろうかな。二人ともヘンテコな顔にして笑わせてやろう。よし、確かにこの辺に、あたたたたたたた、このお絵かきで二人の顔を戻れ。パチッ、プープー、うわぁ、ちょちょ、えピピちゃん、ピピちゃん、ピピちゃん、顔すごいことなってるよ。ケマセンさんの髪の毛が、は髪の毛？髪の毛見てみて。いや、それ変顔関係ないけど、何？二人とも何してんの？ちょっと、俺、髪の毛ないっていうか、俺、おでこ広？なんだよそれ、二人とも変な顔。なんだよそれって、俺こんなんしてないって。ピピちゃんそんなんしたの自分で？私してないよ。ピピちゃんもしないの？いや、にらめっこでそんな自分で出てるなんてすごいな、二人とも。は？おかしいって、俺なんでにらめっこで頭そんねん。おかしいだろ。剃ったな。いつ剃れんねん。あー面白い。なんかもっといいことできないかな、お兄ちゃんとピピちゃんで。はー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 。おー、全く何なんだよ今日。なんかおかしいよね今日。てか、あれ待って、キナ太郎どこ行った？あいつは？キナ太郎くん、確かにどこ行ったんだろう。おーい、キナ太郎。キナ太郎くん、急に消えるじゃんあいつ。え、キナ太郎、おい、いない。いや、なんか待って、ピピちゃん、なんかあいつ怪しいな。怪しくない？いや、おかしいよこれは。なんか怪しいよね、あいつだけなんか何もなってないし。あ、なんか誰か来たのかな。ちょっと出てくるね。はーい、よいしょ。おお、はあ、あのすいませんけど、こちらに時計を拾った方はいませんか？時計？いや、僕は知らないな。ピピちゃん拾ったりした？時計は見てないよ。らしいです。どうでしたか？なんかだから次元の歪みを感じたのですが、何かおかしいこととかは起きませんでしたか？おかしいことか。あー待って、なんか今日一日中おかしいんですよ。見てください、こんな感じで、なんか急に顔に落書きされたり、僕の頭みたいにあのツルツルになったり。それは元からです。いや、元からじゃないんです、ふさふさでしたから。元から。あ、そうなん、元からじゃなくて。あー、そうなん、すいません。急に何かが変わったとなると怪しいです。え、ちなみに なんか関係あるんですか？いやー、実は私がこの辺りで時間停止時計を落としてしまったみたいで。え、時間停止時計？そんなの本当にあるんですか？はい。あれ、待って、ちょっと待って、思い出したぞ。そういえばなんかケナ太郎のやつ、ピピちゃんが来る前になんか時計持ってた気がするけど、なんとかレンジャーとか言ってたし。本当ですか？ちなみにそれどんな時計ですか？なんか結構大きくて、なんか黄色い時計でしたね。ああ、おそらくそれです。え、それが私が探していた時間停止時計です。じゃあもしかして今日あった変なこと、ケナ太郎が時間止めてやってたってこと？ケナ太郎くんね、とにかく大変です。あの時計は1日に回数制限があり、回数ってしまうとどうなってしまうんですか？これ以上は恐ろしくて言えません。ちょっと教えてくださいよ。とにかくそのチョモ太郎くん？ケナ太郎です。あー、ケナ太郎くん、はい、探しに行きましょう。あー、そうですね、探していきましょう。探しに行こう。こっちです。こっちから時空の歪みを感じる。そこなんもないですよ、ベンチです、ベンチ。ここが歪んでる。ここいないから、ケナ太郎。歪み、ちょっと探しに行きましょう、本当に。よーし、こんな感じでどうだ。時間を止めてお兄ちゃんとピピちゃんをデスゲームに参加させるドッキリー。よーし、うまくいく気がするぞ。あ、待って、デスゲームだから着替えないとな。ほー、じゃじゃーん、それじゃあやっていくぞ。どこ行ったんだ。あ、いたケナ太郎見つけたぞ。やったこと全部バレてるからね。やったこと？何の話？俺何も知らないけど。いやいやいや、お前時間止めて俺たちにいたずらしただろ。ギギギギギ
ギクじゃねえよ、おい。とにかくだな、一回その今持ってる時計、この灰、隣のおじいさんに渡して。やだねー、返せ。俺まだ遊び足りてないもん。おい待って、でもその時計使うのやめとけって。もうそうだよ、その時計使いすぎると危ないんだって。危ないって。何危ないって。変な冗談でこれ返させようと思ったってムードで言う。いや、本当なんじゃ。願いじゃ、返してくれ。うるさい、俺はこれで世界征服するんだ。えいっ、くそ、またか。あ、って待って、あれあれ動ける。あれ、ケナタロ逃げないの。あ、あれ、なんだこれ、これで動かないよ。ちょっと待って、もしかして。うわ、ついに行ってしまったか。これがおじいさんの言ってた。そうじゃ、買いすぎると自分自身の時が止まってしまうんじゃ。ねえ、ちょっとこれ直せないの。そうじゃな、3日経てば動けるようになるが、それまではここにいるしかないな。ねえ、ケンタロウ、3日だってさ。まあ、私たちにたくさんいたずらした罰だね。そうじゃな、時計は返してもらうぞ。にょ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 。ありがとう。よし、それじゃあ帰ろっか、ピピちゃん。こいつは、うん、よいしょ、いたずらをして。ちょっと何すんの。ちょっと何。よし、じゃあね、ケンタロウ。まあ